6月17日の聖誕ですね。ちょっと間が空いてしまいました。間が空いた間に、政局がどん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 動いてますね。結構急ピッチで動いてます。自民党改築中っていうハテナマークのやつの丸1を前にお話ししたんですが、まあ自民党改築中ということで今度びっくりマークにしてその2にしましたが、9月末の総裁選挙、自民党総裁選挙ですけれど、まあ岸田さんの目はもう完全になくなったという。これ東京都知事選がどうなろうが、目はないということですね。で、これはなんでかっていうと、もう地方の党員票が離れてしまっている。さらに、議員票ですね、国会議員票。結局自民党の総裁ってのは派閥力学で全て動く。それからもう一個は、議員レベルの派閥レベルともう一回地方ですね。地方。地方票がどう動くか。この二つだけで決まるんですね。それ以外の要因はないわけで。例えば3年前、河野太郎さん優勢だったのに、岸田さんになったのはもう派閥レベルで、議員票ですね。地方票はそこそこ河野さん取ったんですが、議員票で、国会議員票で、完全にもうみんなが岸田さんに乗ったと。麻生さんしかり。ね、二階さんっていう方もいましたね。もう、いなくなっちゃいましたけども。で、今、結局、自民党の派閥、地方レベルから反乱が起きてるのと、あと自民党の派閥レベルでも、有力者が完全に岸田さんに見切りをつけたということなので、これはもう次の総裁を誰にするかで動いていて、で、世論調査を見ると、実は石破さんが一番可能性があるということで、まあ、ね。で、石破さんでどうなるんだってあるけども、ある意味自民党内では岸田じゃなければ誰でもいいという話になっているだろうと思うんですね。で、頼みの麻生さんも完全に見切りをつけた。そのちょっと前に菅前総理大臣も、もう独自の動きをしているという形で、もう自民党内は、国会会期末に、6月23日ですし、政治資金規正法改正の問題もありますが、そんなことはどうでもよくて、むしろ、もう自民党総裁選しか頭の中にはないと。で、ある意味東京都知事選もこれでぶっ飛びましたね。勝とうが負けようが。つまり勝てば岸田さん再選みたいな話で動いてた部分があるんで、もう勝とうが負けようが。これ都知事選の話はまた別立てで正談しますけども、勝とうが負けようが、もう岸田さんの目がなくなったということで、もう都知事選関係なく総裁選。自民党総裁選が進んでいくっていうレールになりましたね。これはね。というふうに、まあ私は見ているということです。で、岸田さんは外交が得意なので、外務大臣経験も長いので、で、外交パフォーマンスで多少なりとも支持率上げたい。あとはやっぱり外交好きなんですね。で、G7 サミットに、のんきに出かけてましたけども、出かけてていいんだろうかということで、まあ岸田の犬間に自民党改築中というのが今日のテーマですね。で、ちょっと古くなっちゃいましたが、5日前に G7 サミットでイタリアに出発し、もう帰ってきました。帰ってきちゃいました。はい。本当は行ったところでこの、聖誕やろうと思ってたんですが、帰ってきちゃいました。で、そんな岸田さんのいない間に内閣支持率の発表が各社から出てまして、内閣支持は史上最低という話になってきているという形ですね。自民党が2012年政権復帰して以降最も低くなってしまったということで、あとは都知事選の勝敗が岸田政権左右なんていうニュースもちょっと前には2日3日4日前にはあったんですが、もう私の評価はそうではない。都知事選がどうなろうが、岸田政権は終わるということですね。で、で、ニュースの方もそんな感じで動いてて、岸田首相の求心力はどんどん低下しているという話ですね。政治改革、まあ、規制法の問題についても評価が上がらないし、自民党内からも反発が出ているという話ですね。で、岸田さんの頭の中は、これはもう自分が総裁として続けたいということしか考えてないので、あとはどうでもいいと思ってるって言ったら言い過ぎかもしれませんが、私はそう思ってて。で、これは岸田ウォッチングで、もう3年前から言い続けてることなんですね、実はね。で、ということで、まあ、麻生さんの動きも激しくなってきたと。もう完全に見切りつけましたね。麻生さんはな。